サラです。久保優太です。今日はですね、なんかサラちゃんが最近疲れ気味というか、だから、まあ、外にちょっとデートにですね連れ出していこうかなと思います。何に連れてってくれるの？サラちゃんが好きなとこだよ。キャフェ。今日はさ、ほらせっかく2人だし、まああんまりお金もないから、おかげ値をかけずにデートするみたいな。それって予算は遠足のなんか急に現実的になった遠足の500円分のお菓子みたいな感じ。絶対500円で収まらなかった人でしょ。絶対的にあれみんなズルしてるでしょ。だって500円で買っちゃったらさ、みんなに配れないし人気者になれないやんかみんなに配るんかいということで、今日はねちょっと外のデートにサラちゃんを連れ出していこうと思います。ワクワク。はい、ということで新宿に着きました。はい、今日はねさっきサラちゃんがねその予算の話をしてたからね、じゃあね、今日はなんとこの5000円でデートをしていきたいと思います。5000円だったら結構遊べそうじゃない？ほんと？うん、存分に楽しもう。なんかお金に縛られるデートってなんかすごい嫌だけど。でもしょうがない、今お金ないから。そうだけど、なんかこのさ現金を見るのはなんか嫌だ。はい、しまっといて。分かった。ヘアルックだから一応デートを味わおうということで。プライベート全然デートしないもんね、悲しいことに。悲しいかな。ということでやっていきたいと思います。行ってきます。さあ、まあタピオカ食べたい。タピオカ、うん、ちょっとデートっぽいからタピオカ買おう。パールミルクティーください。黒で、甘さはハーフで、氷2個ください。いくらだって？290円。どうだろう、どこ行く？デートってどう行ったらいいの？お金が限られてるから計算していかないといけないじゃん。確かに、うん、ゲームセンター行く。うん、ただ今プレイしないでください。これらを守らないと怪我をしてしまう場合もあります。どうだった？ほらほら、どれがすごいのかまだわかんない。ちなみにミドルくん300キロですよ。なんでチャンピオンなの？本当だよ。あ、つまりパンチの強さとチャンピオンはあんま関係ないのか。いや、結構あるじゃあなんでチャンピオンなの？まあパンチ力なくても人は倒せるってことで。つまり、あ、そっか、夢があるじゃん。いいこと言うね。弱くても、うん、チャンピオンになれるってことでしょ。そういうこと、練習次第で。じゃあそれを格闘大戦争でも教えてあげよう。分かったでもすごかったよ、久しぶりにかっこいいとこを見た。ほんと？やれるね。じゃあ次何する？次何しよっか。あと2500円。太鼓の達人やつ。いいよ、はい、ね、これやりたい。このピザポテト一生食べれるじゃん。いや、こっちはスターウォーズの方がいい。いや、絶対的にこれはいらない。いやサラちゃん、どっちにしてよ。やば、全然スターウォーズいらない。2本セットでお金入るよ。じゃあこれおもちゃだよ。え、戦えんの？戦える。じゃあこれにしよう。でもさ、ザルちゃん、待て、戦える。もう2000円、500円分かった。じゃあ本気で使ってるから、もうお金なくなっちゃうよ。本気で5000円なんだから、サラちゃん本気でやる。ちょっと、なんで2回入れんの？いや、だって1回で終わんない。違いじゃん。やだ、もう一回。でもサラちゃん、3本入れちゃダメだ。分かった、ごめん。いつもね、やんないで。ドッ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 。あー！1回ずつやって。分かった、もう一回。ピッ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 。あれ、嘘でしょ？ちょ、まだ入ってる。調子悪い。髪の手よ。僕やらしてみて。提案で一番動体視力がいい。分かった、やって。ああ！ね、K1 で一番動体視力がいいとか言ってなかった。もう一回。うわー、あといくらあんの？もう1000円しかないよ、サロちゃん。へえ。あ、嘘だ、嘘つき。うわ、あるじゃん。400円。わせ。うわー！ねえ、ひどいよこれ。だからこういうシステムになってるんだよ、サロちゃん。いや、絶対違うよ。この体のノリと一緒に。
やばいじゃない。これにいくらかけたと思ってんの？いくらかけたの？1500円ぐらい。もうあと1000円しかないよ、さらちゃんの借り。じゃあ太鼓達人やりたい。さあ、くぼチャンネル開講。何これ？さらくぼチャンネル初の太鼓達人ノリノリだよ。アニメは、ね、マリオカートがあったよ。あ、これがいい。え、どっち取ってた？あ、さらどれ？こんなんじゃん、こんなん。これクッパ出てくるやつ。クッパ。クリアしたじゃん。これ結構良かったんじゃない？すごいじゃん。上手だって。太鼓の選手になろうか。待って、ポージングしよう。まずポージング。サラちゃん、サラちゃん、サラちゃん、怖い。クリア失敗だ。でも、いやでも手に痛いよ。なんか最後のさ、連打だけさすがやっぱいつも筋肉使ってるからうまかった。足は使う。手は足で打つんだ。パンチは足で打つ。え、知らなかった。やってみる。だから太鼓の達人も足も打つ。もうね、やりきったな。いくら残ってんの？あと800円。じゃあ遊べるね、まだ。もういいよ、疲れたよ。いや、2人でここで。ほら、ブレイヤー1と2。おお、すごい。寝たいも足生まないで。心臓発作。これ負けた方どうする？負けた方は夜ご飯をおごる。どう？選ぶタイムプレイ。準備して。大丈夫サラちゃん。大丈夫じゃない。喘息の発作が出た。張り切りすぎ。楽しかった。楽しかった。だからご飯食べに行こう。取ったから奢ってもらえるよ。でも今度ね、それ。今日は天ぷら食べたいから天ぷら食べに行こう。天ぷら食べたら夜飯行ってきます。行ってきます。お腹すいた。ね、お腹すいたね。もうバクバク食べたい天ぷら。こっちだよ。サラの大好きな大根おろしもいっぱいあるし、ネギだっていっぱい持ってきてくれるよ。なに？なーに？え、嘘でしょ？まあそりゃ節約なのは分かってはおるんだけど、一番安いの食べれば2020円だよ。じゃああの綱八？てんや。てんやってなんやねん。てんやっていうすごい安い天ぷら屋さんに行った。お腹空いた。もうどこでもいいから行きたい。サラちゃん、てんや初めてでしょ？行ってみたい。行ってみたい。庶民の僕たちが食べるような食べ物を食べさせてあげます。サラちゃん行きたい。お腹空いた。でもね、今日はね、なんと所持金があと、え、嘘でしょ？え、どうした？もう200円しかないんだけど。え、210円で食べれるの？これ食べれない。500円ぐらいないと。スイカで追加。じゃあ500円だけ追加しよっか。で、店内って押して、うん、はい、どれ食べたいの？天ぷら食べたいから。あ、野菜天丼いいじゃん。でもエビないよ。エビこれ、これ大盛りでトッピングで、あ、海苔食べたいし、かぼちゃ食べる。終わり。いただきます。
美味しそうです。すっごいボリュームだし。と、うん、初めての店や。普通に美味しそう。じゃあ先インゲン食べよう。美味しい。美味しい？めっちゃ美味しい。よかった。さっき1万円ぐらいする天ぷらさ入ろうとしてた。これはそんなに安い。これは今、うん、トッピングとか全部いろいろして900円ぐらいだった。安い。930円でこれが食べるの最高。ということで最後店屋に行って夜ご飯食べて帰ってきました。美味しかった？どうだった？初店屋されちゃう。インゲンが美味しかった。エビとかじゃないんだ。エビとかじゃない、インゲンが一番美味しくて、しかも天丼にソースかけ放題、最高じゃない。だからまた連れてって。ちょっとさらちゃんに今日は庶民のデートというかさ、普通の人のデートを体験してもらったんですけど、どうだった？すっごい楽しかった。よかった。太鼓の達人がすごい楽しかったし、あとダンスのやつあれ結構マスターしたいと思った。カード作ってやりたい。マジ？でもさ、これ以外やることないと思ったんだけどさ、みんな何してるんだろうデートって。確かに。みんなもぜひあのおすすめのデートコースがあったらコメントしてください。ということで今日もサラクボチャンネル見てくれてありがとう。いいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。まるちゃんもお願いします。